じゃあ、八木貴さんの方にお願いします。じゃあ、八木貴さん、どうぞ。100年ぐらい前のアメリカですごく流行った楽器です。
をね、いっぱい持ってきました。都会引っかえ流れていますけどね。あのこれはマンドリン。裏がマンドリンって普通こうあの後ろが丸くなってるのが、普通なんですけど、これは平らなんでフラットマンドリンという名前です。イタリアから、渡ってきたわけですね。そして、先ほどのオートハープは実はドイツの移民が作った、楽器です。そしてギターはスペイン。アメリカはやっぱり移民の国なんで、いろんな国からいろんな人たちが、やってきて、それで各々の国の楽器を、持ち込んでいきます。楽器だけじゃなく宗教も持ち込んで、まあ、キリスト教です。神様の歌がとってもたくさんあります。1曲目は天使が空からお迎えに降りてくるという、まあ、縁起でもない内容の歌だったんです。実は次もそんな内容です。毎日毎日足を鎖でつながれて働かされているより、天国に行けばもう苦しみはないって言うから、早く飛んで行ってしまいたいよ、そんな内容の歌です。死んでしまう歌なんですけど、天国に行くことが一番幸せなことっていう考え方があるので、とっても明るくて楽しそうな調子の歌です。Through the hope of God's salvation show, I
人がとても多かったんですけど、でもそれだけではなくて、ご存知のようにアフリカから無理やり連れてこられてしまった人たちもいました。で、まあ、奴隷として連れてこられたその黒人の人たちは最初に英語を教えられて、それからキリスト教を教えられました。で、こんな歌があるんだよというふうに教えられて、お前たちは罪深いからこんなに大変な労働をしなきゃいけないんだ、そんなふうに言われたんだそうです。ちゃんと言うことを聞いて働けば天国行って幸せになれる。そんな彼らが歌っていた歌はやっぱり早く天国へ行きたいよっていう、そんな歌が多くあります。こちらはバンジョーと言います。これはね、実は黒人が、アフリカから、アメリカに持ち込んだ楽器が元になって、それがどん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 改良されてこういうものになってきました。もともと黒人の楽器だったんですね。今ではカントリーとかブルーグラスで当たり前に使われてるんで、まるで白人の楽器のような気がしますけれども、そしてこのバンジョーっていうのは世界を一周した楽器と言われています。これにそっくりの形のものが日本にもあります。三線とかね、三味線がもう本当に、構造は全く一緒なんですね。ヨーロッパに渡ってきっとシルクロードとか中国にも似たような楽器があります。それがまあ海を渡って多分日本にたどり着いたんじゃないかと思いますけど、この真ん中にこれはプラスチックですけど、本当は動物の皮が貼ってあって、その真ん中に動物の皮を貼ってある楽器っていうのはね、世界中に500種類以上あると言われています。では黒人霊歌だった曲、スイングロースイートチェリオットという曲を歌います。チェリオットって天国へ連れて行ってくれる乗り物です。どうか早く僕のことを迎えに来ておくれよチェリオット、そんな風に呼びかけている歌です。ホームっていう言葉がよく出てきますが、この歌の中では天国のことを意味しています。で、その歌を歌う前に少しだけ皆さんの知っているメロディーをこのオートハープで演奏します。で、そのメロディーは黒人を奴隷としてアメリカへ運ぶ時の船の船長さんだった人、イギリス人で白人だったんですけど、その人があの時はひどいことしたなと後悔して作った、そんなメロディーだと言われています。この曲です。
想できない関係が登場します。今弾いてたのも盤上ですが、これも盤上です。これはもっともっと古い時代の形をしています。まあ物は新しいんですけど、今でもこんなものを作ってる人がいますね。板を丸く丸めて、それでこっち側に革を張りました。釘で留めてあるだけです。そしてそれにネックが刺してあります。これにはまあもうフレットもついていません。もう本当に三線とか三味線と全く同じ構造です。1800年代、だん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 盤上が普及してくるんですけど、その当時はこんな形をしてました。まあこれが改良されて、先ほど実際の盤上にどんどん変化していきます。こちらはなんかちょっとインドっぽいエキゾチックな音がしますが、アメリカで生まれた民族楽器です。実はこれもダルシマと言います。前半に小松崎さんの演奏の中で説明があったように、ダルシマという言葉は綺麗な調べとか良い音がするものっていう意味があったので、綺麗な音がする楽器はみんなダルシマって呼んでいたらしいんです。もともとスコットランドに住んでいた人たちのうち、1700年代ぐらいにアメリカへ渡った人たちがいたんですが、その人たちはアメリカのアパラチア山脈っていう険しい山の中に住み着きました。でそこに住み着いて、自分たちのふるさとスコットランドの歌を歌う伴奏に何か楽器はないかなと発明して作ったのがこれだと言われています。いろんなダルシマ、綺麗な音がするものがある中で、区別するためにこれは山の人が作ったので、マウンテンダルシマ、アパラチア山脈だからアパラチアンダルシマという人もいます。昔の人は竹の皮とか、あと飼っていたガチョウの羽を使って弾いていたんだそうです、こんな古い形の楽器を使って、1700年代ぐらいから、ヨーロッパからね、どんどんアメリカに人が渡っていますけれども、アメリカが独立したのは、1776年独立宣言を出しました。その時ね、もともとイングランドが統治してたので、イングランドとアメリカは戦争になります。いわゆる独立戦争。その時にイングランドの兵隊がアメリカの兵隊をこうバカにした歌っていうのが、歌われたんですね。で、ヤンキードゥードゥルという曲なんですけれども、まあドゥードゥルっていうのは間抜けとかね、アホみたいな意味があって、だからアメリカの間抜け野郎みたいな、そんな歌をイングランドの兵隊は歌ってたんですね。でもそれを聞いたアメリカの人たちは、あ、なんかかっこいい歌じゃんですね。全然そういうの気にしない人柄なんですね、アメリカって。なんかかっこいいなと思って、これはもう俺たちのものにしてしまえと、歌詞を変えて、もう俺たちが歌えば女の子なんかイチコロだぜみたいな歌詞に変えてしまって、歌って、もうそれが国民歌になってしまいます。そしてそれは多分皆さんすごくよくご存知のメロディーです。Thank you.
うまいこと使い回して、それが日本に渡ってきて、また日本で4月ね、そんな曲です。そしてアメリカは、まあ、1776年に独立宣言を出しますけれども、ようやく落ち着いたのは1800年代に入ってからだと言われてます。でようやく人々の暮らしが、普通に、なって、まあ、少し余裕もできて、その頃から、少しずつ娯楽というものが登場します。旅芸人の一座がね、回り出したのが1820年代ぐらい、ミンストレルショーという名前で、ショーがあっちこっちの街をこう回りました。で、その時にね、まあ、あのそのミンストレルショーって顔を黒く塗って、で黒人の仕草とか、言葉を真似て、それで、歌とか踊り、お芝居、コント、そんなものをやるショーだったんですけれども、それがこうあちこちで大受けします。そしてそれに使われている歌も、みんなに知られて、まあ、大ヒットでもね、その頃はレコードがありませんので、もう譜面として売られたり、みんながそれを買っていって、うちで楽しむといった、そんな、楽しみ方でしたけれども、ものすごくね、大ヒットした曲があるんですね。こんな曲です。
あの南北戦争の真っ最中でアメリカは、まあ、北と南に分かれて、内戦をしてました。でその頃日本はどうだかっていうと、あのその南北戦争の、ね、前と後に日本には黒船がやってきています。その黒船にもミンストレルショー、その、ね、顔を黒塗りにして歌ったり踊ったりする旅芸人の一座を一緒に連れてきていたんです。でお侍さんたちはその黒船から接待を受けて、今のようなオースダンナは演目には入っていなかったらしいんですけど、そういうポスターも作ったようなそういう曲を、ね、見せられて、でお侍さんはあまり乱に笑ってはいけないということで笑いを下を向いてこらえている、そんな絵巻物があったりします。そしてその南北戦争が終わると、アメリカでは大陸横断鉄道というのができて、あの広いアメリカの西と東がようやく線路でつながります。そこに蒸気機関車が走り出すんですけれども、その頃にね、アメリカで一番もうなんて言ったらいいのかな、 3K もう本当にひどい仕事としてカーボーイっていう仕事があるんですね。あのカーボーイはあの南部で育った牛を、その大陸横断鉄道の駅までずっと連れていくんですね。それこそ何百頭とこう連れて移動をしていきます。でその間にはもうあの結構長い旅なんでね、その間にはもう牛が暴走したりとかすると踏みつぶされて亡くなる人とかね結構いたそうです。でもその亡くなってもその亡きがらって持っていけないんで、もうそこら辺に捨てていかれたらしいんですね。そんな、過酷な旅をしながら、牛を連れてって大陸横断鉄道の、途中の駅まで連れてったところで牛を売るというのがカーボーイの仕事だったみたいです。ところがだん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 土地があの誰のものってね、権利が決まってくると牛をもう勝手にこう連れて歩けなくなるんで、1800年代終わりぐらいにはもうカーボーイっていうのはいなくなってしまいます。まあ、仕事が成り立たなくなるんですね。でその後に登場するのは、映画の中で、ヒーローとして、何十年か経つとカーボーイが登場します。そんなカーボーイの歌もねやろう。まだカーボーイが旅をしていた頃、旅の途中で可愛いネイティブの部族の娘さんに恋をするカーボーイも現れたわけです。でも僕はカーボーイだからもう二度とこの場所には戻ってこないかもしれない、次の町へもう牛と一緒に行かなきゃいけないけど、どうかこんな男がいたことは忘れないでおくれよ、そんな内容の歌詞で、多分皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うメロディーです。ベッドリバーバー So come see by my side if you love me Do not hate some to be me aloJust remember the way we were riding And the cowboy that loved is so true Now I'm counting my name
Like some
者の歌を歌おうと思います。こうやってすぐ打ち合わせがおかしなこと。周りの人たちがみんな僕にこう言ったんだ。お前にとってベストな方法を教えてやろう。髪を切ってスーツを買って高いビルディングに働きに行くのがお前にとっては一番いいことなんだ。そう言われたその彼は町へ働く、ふるさとを離れて町へ行くんですね。そして毎日毎日一生懸命、本当に一生懸命働きます。でも僕がリタイアしたら残りの人生は全部僕のもんだ。稼いだ金は全部使ってふるさとへ帰ろう。そして自分がいなかった、自分が出てきてしまったそのふるさとのことをもう一度ゆっくり考えよう。Goodbye. I'm off to the subway. Must not be.
Please don't.
シムアという曲をやります。前半でお話ししましたキャロラン、盲目のアイルランドの作曲家、前半ではそのキャロランが死ぬ間際に作った、フェアウェルトゥーミュージックという曲を演奏しましたが、今度はそのキャロランの出世作ですね、若い頃に作ったシーベック&シムアという曲を一緒に
みんなこれに合わせて夜通しダンスを踊るというそんな曲なの、はい、ですね。では最後に今日本当に長い時間ありがとうございました。本当に素晴らしいところでね、お会いできて、賠償千恵子さんとかね歌ってました。聞き覚えがある方も多いかもしれません。